近年、都内でも高い頻度で豪雨が発生していることを受け東京都が対策として想定する対応可能な雨の量を1時間あたり10ミリ増やす方針を示しました。ここの方針をもととに、に都内でさまざままざなな豪雨対策が取られることになります。 1>, 1時間あたり50ミリを超えると車の運転が危険になるとされる中東京都は対応可能な雨の量をこれまでより1時間あたり10ミリ増やし区分で85ミリ多摩で75ミリに設定します今後、雨水の調整池を拡充するほか地面に雨を染み込ませることで浸水の被害を防ぐ浸透施設を 公共施設や住宅の敷地内に増やして対応するということです。